それでは本日4月11日より新 CM が全国で放映開始となりますその CM を3本ご覧いただきたいと思います。アプディー アップティやってきましたか早速作りましたアップティならオリジナルグッズが作って売れるショップも無料ビジネススキルも身につきますからね早速売り切れましたまた作りましたまた売れましたスキルけ。アップティで検索アップティはオリジナルグッズが作って売れる出店無料試験には出ません、はい、先生の T シャツは微妙だと思いますそれってあなたの感想ですよねはい感想ですなんすかダメっすかアップティで検索 早速ですがここからは今回の CM に起用されました AKB48 の皆さんにご登場いただきましょうどうぞ <music> 山内瑞希さん平田由紀さん小栗結さん佐藤愛理さん大森真帆さんですよろしくお願いいたします <music> それでは早速ではありますが皆さんお願いします

では今皆さんにちょっとマイクをお渡ししますので、えー、お一人ずつここで自己紹介をいただきたいと思いますでは山内さんからお願いしますはい AKB48 の山内瑞希ですよろしくお願いしますはい平田由紀ですよろしくお願いしますはい小栗由いですよろしくお願いしますはい佐藤愛理ですよろしくお願いしますはい大森真帆ですよろしくお願いします お願いいたします。ます改めて、き、フォーティエイの皆さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、そしてで、今日はですね、あの、皆さんに、えー、C. M. 衣装で、ご登場いただきました。はい。さあ、そして、ここからは、えー、大変恐縮ではありますが、フラッシュ撮影は、ご遠慮ください。えー、そしてね、今、ご覧いただきましたダンスの振り付けの様子もありましたが。ここで、振り付け師の、牧田佐子さんにも、お越しいただきました。どうぞ、ご登場ください。 よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マキタさです。お願いいたします。早速お話伺いましょう。マキタさん、今回のこのダンスのポイントでしたりとか、はい、あと踊るコツっていうのはどういうところでしょうか。はい、あのアップティーにちなんでですね、アップとあとティーこういうポーズがたくさん振り付けの中に散りばめていますので、そこがポイントでして、はいうん、踊るコツはですね、まあ可愛く。 AKB48 のみんなのように、はい、あの可愛さを大事に踊っていただければと思います。<laughs> もう皆さんが感じるこれが可愛い,いんだっていう自信を持って、はい、ううアップと T、はい、ですねはい、はい、これがポイントはい、はい、ポイントですおーありがとうございます。 ちなみに大森さん、はい、今回ののダンスの見てほしいところはどういいったととこころですか見て欲しいところ先ほど先生にも言った通りやっぱ「アップと「T」で覚えやすいその歌詞にぴったりな振り付けになっているので、はい、みんなにもいっぱい踊ってもらいたいなっていう、うん、そこがポイントです。踊ってください。はい、そして佐藤さん牧、えーはい、田さんのダンスの振り付け指導ってどういう感じなんですか ええ、振付指導ですか。<laughs> あの本人いらっしゃいますけど、ね、本当に感じたこと。をじゃあ私があの小栗由衣なんですけど。小栗さん代表して、はい。あの、そうですね、でも、すごく簡単なキャッチな振付だったので。うん、振付指導に関しては、本当にすぐ終わりましたよね。はい。あの、あうん、本当に秒で終わりました。<laughs> 秒で?はい。秒で終わりました。うん あの、どういうことですか、それは。<laughs> もう、本当、私もちょっと時間かかるかなと思ってたんですけど。一、はい、回、見せたら、もうみんなが本当にすぐ、踊ってくれて、<laughs> <ー>覚えてくれて。 え、えー、待って、すごい早いねえ超早いねみたいな感じであそうですか、ねうん、細かいなんかこう前に乗り出すとかいろいろあるんですけど微調整はあるけどそうなんです、はい、でもすごく簡単に覚えられるぐらいキャッチで分かりやすい振り付けなのでは、うん、はい、はいす、はい、晴らしいなと思いますし、うん、やっぱり牧田さんっていろんな曲の振り付けもされてて、はいうん、すごくあの。 憧れていたので、私たちもこうやって振り付けしていただけて、とても嬉しかった。です嬉しかった。ありがとうございます。本当に優秀で。優秀でね、まあ、皆さんもね。踊りはたくさんされてると思うんで、まあ、その辺の技術もプラスされてたと思うんですが、今回は非常に踊りやすい。振り付けが多い。わかりやすく。わかりやすくて。誰でも結構踊れるんじゃないかなと思います。あの、小栗さん、もう一個聞いていいですか。ぶっちゃけトークでいいんですけど、あの。この中で、実はダンスが苦手なんじゃないかっていうのは。 まあ、あの、どなたか代表で答えてもいいです藤さっき隣であの踊ってたんですけど大森真帆さんが最後のポーズであれ、最後の最後でよろってなってもう早速、き今日の踊りの中でちょっとおかしい点があったそうですね、いつもあのこの CM 撮影の時もあ、わかんない。 っていうのを、隣でよく聞いてたので、今日はできるかなと思ったらあれ五年先輩で私あれ先輩五年うん、そう、実はね、苦手なんですでも、心強く、愛ちゃんがでも、笑顔が素敵ですあ、ありがとうございますでもね、牧田さんもね、おっしゃってましたけど、やっぱ踊るポイントはやっぱ可愛らしく踊ることが大事だとそうですねじゃじゃ大丈夫か どうです。大丈夫。あの最後、片足立ちで終わるんですよ。そう、このダンスがね。そうなんですよ。ここでちょっと大丈夫かなって横から心配して見てたんですけど。あ、じゃ、あもうマークしてたんですね。もう。マークしてました。はい。今日、今日はどうでした今日は。今日はね、ちょっとよろ。あ、よろとしちゃった。その本番前に練習した時はきっちり大丈夫だったんです。けどちょっとあまりにも。 あまり慣れてないので、こういう皆さんに囲まれることが緊張でよろけちゃいました。まあ、その辺もご愛嬌ということでね。ありがとうございます。ということで、大森さんが、得意ではないと。い、得意ではないです。はい、ということで、まあ、短い時間ではありましたが。ええ、牧田さんとのトークセッションは以上とさせていただきます。牧田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 さあそれでは、えー、ちょっと今椅子を入れますのでね皆さんにお座りいただきたいと思います。 いや意外でしたね、そうですか、大森さんがちょっとね、そこは苦手なところがあるっていうね、先ほどもみんな覚えが早いって言われてたんですけど、言ってましたから、問題ないと思ってましたそうなんです、みんな周りは早いんですけど、私だけあまりにもみんなが早すぎて、なので、ちょっと周りのメンバー、それもあるかもしれないですね、みんなの出来が良すぎるっていうのがある、私が得意、不得意なんじゃなくて、周りがすごい。確かに、みんんなこれれ今褒褒めめらてるですよ、 真央ちゃん確かにねちょっとゆっくりだよね丁寧にありがとゆっくりなんですそんであの大森さん先輩なんですね一応ねあの佐藤さんよりそうです愛ちゃんよりは5年ほどあいいですねでも先輩に言いたいことが言えるっていうのはいい関係だなと思いましたよいい関係ですありがとうございますさあ皆さんにお座りいただいたところで CM 出演のもう一方ひろゆきさんをお呼びしたいと思いますひろゆきさんどうぞご登場ください よろしくお願いいたします。すごい、T シャツのロゴに。本当だ。あ、本当ですね。あの、ひろゆきさんが今映ってらっしゃるモニターは T シャツの中に埋め込まれてますので。顔がある状態です。え、ひろゆきさん、現在アメリカから登場ということで、どちらに今いらっしゃいますか?。あの、アーカンソー州っていう、あの、母校があったところに来たりします。今、そちら、お時間は何時ぐらいですか?。 今、えっ、ー、と、十一時十四分とかですね。夜の。夜の、あっ。<ー>はい、遅い時間にありがとうございます。いえいえ。先ほど、ご来場の皆様には新 CM ご覧いただきましたが。えー、ひろゆきさん、撮影を振り返った、エピソードなどありますか。 いや、なんかそうセリフ覚えるとか、なんかそのダンスに混じるみたいな。あの僕の人生で全く必要がなかったことをやらされさってたんで。<laughs> すげえ、面倒くせえな。<laughs> なんで思んなこってんだろうなって自問自答してました。難し,難しいな。ではなくて面倒<う>くさかった。<laughs> あの。まあ <laughs> 皆さんでね今この会場にいるみんなで CM ちょっと見たんですけどそんなにセリフ多くなかったですよねなんかそのセをしゃべることに面白さを感じられなくてなんでこれやってるんだろうなってナチュラルなひろゆきさんの反応だったりとかセリフの感じがすごいひろゆきさんらしい感じが出てそのまんまが 素敵でした。さすが優等生はい。あのー、<laughs> CM ではね、いろんなデザインのロンパ T シャツというものが登場したんですが、うん、えその中にはご自身の似顔絵が描かれた T シャツもありましたが、それに関してはいかがですか？いやまあこれでも喜ぶ人いないと思うんですよね。描いてる人は喜わないと思って描いてるんですけど。えー、喜ぶ人いないですかね。いやつ欲しいですかだって実際これ僕タも着ないで衞人さん。いや,いや。<laughs> まあ、ちなみにですけど<お>僕今着てるんですよ。来てるん、はい、だ、はい、セト偉いな。来させていただいてましてなんか、ね、あのこの感覚的なことを言わせていただくとちょっと守られてる気はしますか変ななな絡まれ方はきっとされないんだろうなっていう。<laughs> やばいやつだと思われますかねでもね可愛い,いデザインになってます,よいいですよね。はいはい、であのー、このようなねグラフィック T シャツっていうのはひろゆきさん普段あんまり着用されないと伺ったんですけども CM 内で着てみていかがでしたか、はい 僕地味な服が好きなんで、そのなんか色が多いのとか、そのなんかキャラがいるのとかってあんまり着ないんで、ちょっと不自然な感じでしょ。不自然な感じ。もう改めて、今ここまでお話聞いて、なんで CM に起用されたんだろうう。うん、んうすごいね、こんなネガティブコメントいっぱいいるの、なかなかすると思うんですけど。<laughs> まあ、あくまでご自身の趣味ですからね。確かに。うん,うん、ど、はい、うぞ。好きなのが作れますもんね。そう,そうです。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 はい。で、あのー、普段はね、無地の T シャツ派という、あのひろゆきさん、この CM の出演を機に、うん、ぜひね、もし気に。 気に入ったデザインがあれば、うんね、それかもしくは気に入ったデザインがなかったからこそここで好きなデザインを作ってもかもしれません、うん、ね。挑戦してみる可能性ありますかね あの,あの,あの無地で地味なように見えてうっすら地が入ってるけど近づかないと分かんないみたいなそういういな, <laughs> <laughs> なるべく無地寄りな感じでね <laughs> 作られるかもしれないということで、うんはい、アップティーはオリジナル T シャツを簡単に作ることがまあ魅力でもあるのでぜひ、えーはい、ひろゆきさんにも、ね、作っていただきたいと思います。 さあ続いて AKB48 の皆さんにも伺っていきたいと思いますまず完成した CM をご覧になってえでは大森さんいかがですか、はい はい、あの私たち CM 撮影してる時も結構どんな感じになるんだろうって結構そのひろゆきさんの動きだったりシュールな部分が多かったので,でこう実際完成された CM を見てなんか思わずやってること自分たち知ってるのに完成した映像を見てなんかすごい声がフフって出ちゃうくらいなんかシュールで面白い映像になっててなんか1回見たらすごい癖になる釘付けになる CM だったなってすごい思いました。 ご自身が出演されて目の前でどういうことがあるか見たにもかかわらず映像を通してみるとまたよりとクスっとこうはいもう何回でも癖になって見たくなっちゃうなっちゃいますよね面白かったですあのー弘之さんが途中曲の途中で皆さんが踊ってらっしゃる途中でなんか T シャツを持って藍の手を入れてるシーンがあったんですけどあの弘之さんあの藍の手とかはいかがですかああいう曲の間のいやもうなんかアドリブで適当にやれって言われたんですごい適当にやってました <laughs> アドリブだったんあ,んあれアドリブだっったたんでですすすねねごいい面面白白かあれなかなかあの皆さんとの,その絶妙な温度差がまたいいの<う>アンバランス感アンバランスな感じが逆にマッチしてていいなっていう感じもありましたけどアップティーでは生地素材サイズ感などなどさまざ、あ、まなボディの T シャツをセレクトできるんですがす、あのー、ではここ佐藤さんに伺ってもいいですか、はいえー、T シャツへのこだわりとかって何かありますか 自分が作ったあのー、まあ佐藤さんが T シャツをまあ作る上でとか着る上で<ー>こここだわってるってポイントありますかあ私は結構あのキャラクターが好きなので、うん、あのキャラの可愛さだったりとか、うん、あと結構生地とかもあの 涼しい方がいいなって思うので、そこにこだわりありますね、生地とかに。ああ、通気性だったりとか、生地は通気性が良くて。ええ、プリントは割とキャラクターもの。はい、可愛い。色味とかはどうですか。いや、結構カラフルなのが好きなので、ちょっとひろゆきさんとは。真逆かもしれない。ですけどお二人を選ぶ T シャツ違いそうですね。うん、はい。 ありがとうございます。あのアップティーで T シャツを自由に選ぶことはもちろんできるんですが、スマホだけで完結できるっていうのも特徴なんです。あのここはでは小栗さんはい、スマホでの操作のしやすさってのはどうでしょうか。スマホでの操作のしやすさ。あのもうスマホで完結できちゃうっていうまあ要はその開かなくてもいいし、だから難しい電話のやり取りがあるわけでもないし。あそれすごいいいですね。やっぱりあの自分で書いたりとかあの。 するイメージ、うん、あとはまあなんか直接言いに行ったりとかするイメージだったので、うん、手で携帯でスマホで簡単にできるっていうのは。うん そうですねひろゆきさんみたいにちょっと面倒くさがり屋さんっぽい方でも <laughs> 確かにね携帯で簡単にスルスルってできるんじゃないかなと思いますそれはねそう思います僕も昔はやっぱ T シャツを作ったことあるんですけど、はい、簡単にできないんですようもう絶対記事選びもそうですし、はい、データのいわゆるそのまあ入稿だったりあとデータの送信形式まで指定されて、うん、使い慣れない人はどうやってこのデータを送ったらいいんだろうみたいな <laughs>、はい、それがもう全部スマホでパッパッパッとできるのはやっぱ便利ですよねすごい便利ですねはい。 ありがとうございます、うん、さあ、4月よりこの CM の放映がスタートするんですが4月といえばえ新年度、新旧、あと就職など新しく始まる月でもあるんですが山内さん、新年度から新しく挑戦したいこと何かありますかはい、えー、私はですね、あのー、読書を始めたいなって最近思い始めました、えー、そうなんです読書ねはい、はい、あのー 小さい頃からやっぱ小学生の頃から読書の時間とか皆さんあったと思うんですけど私、結構、読書苦手で、うん、あの始めてこなかったというかその読書の時間もあまりあの読んでる風というかの時も多かったんですけど最近、個人的にそのラジオのメイン DJ が始まりまして今、2つほど持たせていただいてるんですけど。ラジオですか ラジオ、そうなんです。すごいすね、ラジオの冠というか、うん、レギュラーで、持たせていただいてるんですけど、やっぱり。語彙力が欲しいなと思って、うん、語彙力を高めるために、読書を始めたいなって思います。すごいです。ちなみにですけど、まあ、具体的なことはあれですけど、<laughs> はい、ど、どういうお話をするラジオなんですか、結構。フランクな感じ。そうですね。ねあのー、毎回メンバーを一人呼んで、んでメンバーと一対一でお話ししたり、うん、企画。 でメールを読んだりとかメールに対しての答えを二人で話したりとかする結構楽しいラジオですぜひそちらもと思いますね聞いてください読書を始めたいっていうかやりたいならもう今すぐできるじゃないですかすごいずっとずきちゃんが話している時にひろゆきさんが笑ってて後ろでずっと笑ってらっしゃいましたずっと笑ってました確かにあのこれに対して山内さんなんか言い返したいことあります言い返す。 確かに読書って別に今すぐ始められることなのにやりたいなーっていうのは <laughs> う、ね、確かに確かにでもそう一つ、うん、ひろゆきさんに声を聞きたいなって思ってたのがあって<に>その、あのー、本を始める時に一番最初に「 読んだらいいおすすめの本を見られたり <laughs> まず本を始めるっていう表現を僕は初めて聞いたんですけど <laughs> まあそれは置いといてでいいいと思いますよあの文字を読めればいいだけなので <laughs> <ー>なのであの「寄生獣」っていう漫画が僕は割と寄生獣おすすめ。わかりましたじゃあ今すぐ調べて <laughs> あの今すぐ読み始めたいと思います。はい <laughs> はいおてくださあ「アップティ」は「みんなが違うから世界は楽しい」というのがコンセプトなんですが平田さんに伺います、はいえー、個性あふれるメンバーがいる中でみんなと違ってみんないいと感じたエピソード要はい、みんな違ってみんないいっていうエピソードなんかありますか えっと私が今十七期生なんですけど、十七、うん、期生って全員で十人いるんですけど、はい、そんなにたくさんメンバーがいる中でも誰一人キャラが被ってなくて、<ー>なのですごいいろんな性格のメンバーがいたりしていつも楽しいなって思います。あ、みんな違いますかやっぱり。みんなはい全然違うんですよね。ちなみに自分はその中だとどういう キャラクターだと自分ででは思います、はいえー、でも私は結構あのその同期の中でも最年長なので、うん、結構お姉さん的なキャラでいたいんですけど、はい、あんまりそういうイメージは多分みんなからしたら、うん、ないのかなと思う平田さんはじゃあ自分の中では一応お姉さんイメージ、えー、お姉さんでちょっとやっていきたいんですけど、えー、これど,どうでしょうね小栗さんどうですか、はい、これ合ってますこれ でも私一応先輩で先輩、ね、まあまりこう同期と話してる時はおしとやかなイメージがありましたそれはじゃあ先輩にはお姉さんっぽい感じ出てるそうですね、えーはい、外から見たら、えー、でも同期<ー>かずっと、ね、あ,あ同期見た <laughs> はい、はい、佐藤さんはい同期なんですけど、うん もう全くお姉ね散ぽくな。あれもなんか一番子供っぽくて。一番子供。そうだの。はい。言い過ぎです。いや本当にすぐかあの走って行っちゃったりとか、一番ふざけてたりとかするので。 一応本人はやっぱお姉さんイメージでやってたお姉さん本当のつもりでしたつもりできてないよもうちょっと頑張らないと。そうですね。もうちょっと磨かないとねお姉さんって簡単にできないんですねおしとやかに頑張りますありがとうございますさあアップティ新 CM 公開とともにひろゆきさん AKB48 の皆さんのご活躍に目が離せない一年になることを願っております以上トークセッションでした ありがとうございまさあ CM 内にも登場したデザイン T シャツは AKB48 の皆さんが書き下ろしたデザインとなっておりましてこちら4月の11日よりアップ T の AKB デザイン T シャツ特設サイトにて販売開始となりますラインナップは T シャツパーカータオルとなっておりまして T シャツの価格は税別3980円となっております またこの販売を記念しましてユーザーの皆様にお得な2つのキャンペーンを実施いたします1つ目はご購入者プレゼントキャンペーン本キャンペーンの対象商品をご購,入者ご購入いただいた際にグッズ1つにつき1つオリジナルデザイン缶バッジをランダムでプレゼントいたします缶バッジのデザインは今回の書き下ろしたデザインをもとに制作された特別仕様のホログラム缶バッジとなり全43種類ご用意しておりますそして 2つ目 X リポストトプレゼンンンキャンペーンです販売開始後アップティ公式アカウントより投稿された特定のキャンペーンポストをリポスト引用リポストをすることで参加ができるキャンペーンとなっておりますえ期間内にリポスト引用リポストいただいたユーザーの方の中から総勢20名様に5000円分 Amazon ギフトカードをプレゼントさせていただく豪華キャンペーンとなっております是非チェックしてください お願いします。お願さあ、えー、皆さんからたくさんお話を聞けたところで、ここからはテーマを変えて楽しんでいきたいと思います。<お>続いてのコーナーはこちら。アップティーハイ t シャツプレゼン合戦お題に沿ったプレゼンを akb48 の皆さんにしていただきまして、ひろゆきさんをうならせるプレゼンができた人が優勝となります。<ー>えー、優勝した際は。 ええー、主催である丸い織物株式会社様の。会社がある石川県の金沢豪華グルメ旅行をプレゼントいたします。これ、あの、どなたか必ずもらえる、えー、います。この中の誰かです。一人。一人です。えー 絶対頑張りたいでももう5分の1ですからかなり難し高いですよこれ頑張らない頑張っていただきたいと思いますえそして一番ひろゆきさんに論破されてしまったという人残念ながらその方はえ今日の発表会の顔出し NG になるという罰ゲームがありますえとだからもうこの中今日はもう顔出せないですもうこのイベントで今出てるのが最後ですその人はね1時間かけてメイクしたの もう、申し訳ないですが、もう顔は隠してますね。なかなかあの、できない。今時、こういうのあるんだって。あの、まあ、あの、絶対にやれとは言えないんで、ご協力していただけます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、頑張っていただきたいと思います。はいりますさあ、ここでちょっと論破王としても知られるひろゆきさんに。まあ、プレゼンをする際の大切なことを、ちょっとね、アドバイスしていただけないでしょうか。あ、声が。 すみません今ちょっと声がね聞こえなくて自信持ってやってればそれ聞こえるのであのなんかとりあえず自分はちゃんと説得力を持ってやってるんだなと思い込みながらやっていただければなるほどありがとうございますじゃあ皆さん自信を持ってはいちょっと途中不安になってもひろゆきさんのアドバイスを思い出して自信持って最後までお願いいたしますさあ CM では小栗さんがひろゆきさんを論破して目を白黒してるシーンがありました今日ここで見ることができるのかどうか まずは例題を出させていただきます、はいえー、こちらの回答僕がやってみます例題はこちらロンパ T シャツを売ってくださいどう売るです<ー>はい。これ進行しながら自分で例題出す。あのカンプル店のめちゃくちゃやりづらいんですけど <laughs> 先ほども言いましたように僕が今あのひろゆきさんの T シャツ顔が書かれた T シャツ着てますね、うんはい、じゃこれロンパ T シャツ、うん、見えますかひろゆきさんの顔の下に、うんえー、ローマ字で かっこよくロンパーって書いて。<laughs> かっこいいね、おしゃれ。はい、これをどう売るか、私がじゃあプレゼンいたします。<お>プレゼンスタート。さあ、皆さんご覧ください。私が今着ているこの白い T シャツ。 え見ていただいたら分かりますよねこれひろゆきさんの顔がえ可愛いいイラストで描かれておりますその下にはねローマ字で「ロンパ」って書いてますけどもまあこれを着ることによってまず街中でえ人との差を見せつけることができると思いますどういった差かというとさまざまなグラフィック T シャツがえあるこの世の中でひろゆきさんの顔をつけている。これ相当やっっぱ論破しかかもてて書いてますから これは喋りに自信があるんだろうというのでまず喋りかけづらくなるっていうね<ー>だからまあこれからねあの新学期のシーズンとかやっぱ第一印象すごく大事です、はいえー、新学期の時にこれを着ていけばまず間違いなくこの人は喋、えー、りかけると、えー、細かいところをついてくる可能性があるからちょっと一歩距離を置いておこういいんですいいんです<い>これいいす、うん。やっぱ始まりは一歩距離を置くぐらいがいいんです、えー、最初に関係性を築きすぎてしまうと <laughs> あれこいつなんか違うなってなった時に その後やりづらくくなるんでで最初はももう一歩ここ距離を置くためにもいいんですだからこれは新入社員新社会人ですねだから新社会人新学期が始まるとかえ入学式の子供たちにもおすすめぜひともでもしね T シャツってインナーにも使えますからえ普段学校のシャツだから着れないよって人は下に着ていただいたらひろゆきさんがお守りとしているそんな気分を味わうことができるこちらの T シャツいかがでしょうか。 まあこれでちょっと売れるかどうかはまあ別の話ですけど <laughs> 私のプレゼンは以上です <laughs> 素晴らしいすごい平一さん 笑顔ですね。もうねいや、そうでしょう。だから、大学生とかだったら、人笑いになると思うんですけど。新社員でそれ着てきたら、多分、勧誘した人が怒られますよ。嘘。確かにそうですね。怒られるか。もう、これは確かに、ちょっと、あの、場は自分であの、チョイスしてください。はい。自己責任、面白い。という感じで、まあ、僕のあくまで、あの、サンプルなので。これを皆さんにやってもらいます。お題がありますから、ちゃんと。で、黒雪さんには、その都度、まあ、いろいろ突っ込みだったり、質問だったり。 ジャッジしていただきたいと思います。はい、はい、さあ、それでは行ってよろしいでしょうか。はい。では行きましょう。AKB48 の皆さんもよろしいですね。はいはい。それではお題の発表です。こちら、自身が作った T シャツに絡めつつ、アップ T を全国民に知ってもらうには。 と題しましてプレゼンしていただきます。はいはい。今皆さんにはパネルをお渡しいたします。えちなみにですね、まあお時間の関係もありますんで、今回このテーマで AKB の皆さんに事前に考えていただきました。なのでここではそのプレゼン力を試される場になりますんで、ぜひとも自信を持ってお願いいたします。はい。それではよろしいですね。はいプレゼン参りたいと思います。大森さん。はい。お願いします。はいお願いします。 では、はい、お題からいきましょう自身が作った T シャツに絡めつつアップティーを全国民に知ってもらうにはどうぞじゃーん全国散歩ですお<ー>どうですかひろゆきさん。 <え>まだわかんない。<え> <laughs> あ、そうか言うんの理由だった。失礼しましたそしない。そう。なぜ全国散歩をするかというと、うん、やっぱりあの全国に広めるっていうことは、まず私自身がその全国に出向いてですね、<ー>まあアップティさんの力添えも借りつつ、こう全国につつうらうら散歩、この私が作ったアップティ T シャツを着て自分で街を練り歩くっていうことをしたいと思います。<ー>はい、どうでしょうか。うん、さあ、ひろみさん<あ>どうでしょう。 大森さんってその制服っぽい服を着てると AKB48 の人だなと思うんですけど、はい、私服とか、T、シャツだとどこにででもいそうなな田舎の人じゃないですか <laughs> すごいなんでいや、それでもそれでもやっぱ私の作った今回ね私あの一番上にあのオレンジの, <laughs> あのアプティー T シャツをこうデザインさせていただいたんですけどはい、はい、そのまあ たとえね、こうアイドルオーラがなくてもあの T シャツさえ着れば街の人は見るだろうっていう、うん、この三段の元をこれを考えてますから大丈夫です。T シャツに。はい。<laughs> アイドルオーラがないことは認めるんですね。まあまあまあ確かに。そ,それはしょうがない。<laughs> <laughs> そういう時もありますけども、あまあ、はいはいまあ、それを含め含めての私あの T シャツを。 あの作ってますからら<ー>そうそう自分のオーラに頼らない、はい、T シャツでオーラを出すっていう <laughs> なので私以外の,あのアイドルになってない人でもあの T シャツでオーラが出せることができるよっていうあ,<ー>、まあ、あえて自分をの身を粉にして、うん、あのこの T シャツの良さを伝えたいっていう思いでやっております身を粉にしてじゃなくて身を切ってじゃないかなと思ったんですけどうす、ね、身を切ってですね身を粉、ね、<laughs> にしちゃってま持ちで います。はいはい <laughs>、はいまあ。ひろゆきさん多分言いたいことたくさんあると思うんですが、えー、ひとまずこんな感じでよろしいでしょうかはいありがとうございはいありがとうございます大森さんのプレゼンでしたありがとうございますさあ続いてまいります続いては佐藤さんはいお願いいたしますお願いしますお題は自身が作った T シャツに絡めつつアップ T を全国民に知ってもらうにはですどうぞ はい私が考えたのはアップティー球団を作るですお<ー>あのお<ー>まずやっぱり T シャツを野球をしてる方ってあの練習中とかも着るしタオルとかもあたぶんたくさん汗をかいて拭くと思うのであのアップティーさんのこの私たちが作ったグッズとかもあの使えるんじゃないかなって思ったのとやっぱり。 あの日本人は野球みんな知ってるじゃないですかそこでテレビでも見られるし部活とかでもやってますしあのここにあのユニフォームのここに <laughs> あの「アップティって書いてあればもうとんでもない宣伝になると思うので私はアップティ球団を作ったらいいと思いますどうでしょう いや結構悪くないなと思っててオリジナル T シャツとかってあの、はい、サークルとか,そのなんかチームとかで自分たち用の T シャツだったりジャージ作ったりっのあるんですよ。な,すようん、なのでそれでじゃアップ T のロゴをつけたら500円引きとかやってやるといろんな人が勝手につけて勝手に宣伝してくれるので、えー、これはウィンウィンになるんじゃないかなと思ってアイデアとしてはいいんじゃないかなと思って。えやった

お願いいたしますお願いしますお題は自身が作った T シャツに絡めつつアップ T を全国民に知ってもらうにはですどうぞはい私はじゃんひろゆきさんをにひろゆきさんに取っちゃう取っちゃうえひろゆきさん取っちゃうされて切り抜かれる私が書いたんですけどひろゆきさん取っちゃうされて切り抜かれる ですゆ井さん「と、はい、っちゃん」されて「切り抜かれる」これは、はい、まずこの前に「アップティーを宣伝するにはあのー、オリジナル曲さっき流れてた曲があるじゃないですかあの曲がすごくキャッチーだと思うのでいろんな流せる場所スーパーだったりコンビニだったり流せる場所で音楽を流していただいて「アップティーの音楽で「ア UPT」っていうワードを皆さんの耳に あの染みつけて <laughs> 染み付けてってことはあるんですけど <laughs> あの覚えてもらってでそれでこうどんどんアップティーイコールオリジナル T シャツっていうのが広まっていけばいいなっていうのとあとこの,この紙これはですねあのひろゆきさんのハートを私が取っちゃう取っちゃうしてでひろゆきさんが私の T シャツを <laughs> アップティー T シャツを着て。 あの YouTube で1年間来ていただいてでそしたらあのー、多分きっとひろゆきさんの YouTube って切り抜きとかいろいろ回っていって1億回再生以上いくんじゃないかなと思うんですよ、うん、なのでアップ T の T シャツがどん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 広がっていくと思いますしあのー、私の T シャツも広がっていくんじゃないかなと <laughs> <laughs> どうでしょう いや、なんか小栗さんが言ってることはわかるんですけど、その自分で書いたのを読みなかったって、し、時点でやっぱ怖えな、小栗さんって。なんで。<laughs> 違うんですよ。本当に自分で書いたんですよね。もちろんです。<laughs> 私です。あの、<う>ごめんなさい。ハートを取っちゃう、取っちゃうっていうのは、どういう意味ですか。あ、これは私のキャッチフレーズ、でもあるんですけど。んね、みんなのハート、取っちゃう、取っちゃうっていうので。うん、ファンの人のハートを取っちゃうっていう。のと、うん、あとは、まあ、この取っちゃうっていうのは、切り抜きで。 ひろゆきさんの映像がら切り取られててそれが広がっていくっていうかけてですねかけてあるんですよひろゆきさんのハートを取っちゃいや、なんかにかけてんだろうなと思ったんだけど誰も意味が分かってないのとあと自分で説明してて分かんなくなっちゃってるので本当怖えなと思っていや怖くない怖くないです怖くないですか、はいはいじゃあひとまず怖えなという感想をいただきましたまあじゃ一旦ねおぐりさんプレゼン終了ということでありがとうございます では続いてまいりましょう続いては平田さんですお願いいたします、はい、お題は自身が作った t シャツに絡めつつアップティを全国民に知ってもらうにはですどうぞはいじゃーん私は t シャツをコーディネートしますあのただ t シャツを売るだけじゃその顔側の人もその買ってどうしたらいいんだろうってなってしまうと思うので 私自身がその T シャツをいろいろ何パターンかコーディネートしてこういう着方があるよってあのファンの人にみんなに知らせてこう同じように真似してもらったりとかこういろうんな着方を試してもらえたらいいんじゃないかなと思うのでコーディネートを私がして広めたいいなと思いますひろゆきさん、いかがでしょう。 そうでしょうか。あ、でも確かにあの握手会とかでそのじゃあお客さんが何着ていかって考えたときに平田さんの作った T シャツ着てった方が印象に残るし、あとなんかそれに何合わせた方がいいよってアイドバイスもらえるって得じゃないですか。っていう意味で確かにファンサービスとしてうまいなと思いましすごいな。高評価。高評価。もう平田さんの意図はまさに今ひろゆきさんがおっしゃった通り。はいそのままです。そのままです。そのままもう一時一句そのまんま。はい。あすごいね。そうですね。コーディネート。 こううい真似してもらえたらいいなという意味でファンの方とお会いする機会もあると思うんですけどそういう時にファンで来てもらって一緒に来て例えばですけど来てるファンを見かけると平田さんはやっぱあ私の来てくれてるって思うわけめちゃくちゃ嬉しいです自分の来てくれてるってなので一緒に来てほしいですね。あわかりました 以上でよろしいですかはいはいありがとうございます,います平田さんのプレゼンでしたでは最後になりました山内さんはいよろしくお願いいたしますはい。お,願いしますお題は自身が作った T シャツに絡めつつアップ T を全国民に知ってもらうにはですどうぞはい私が考えたのはこちらですじゃじゃん TikTok 最大活用プラスひろゆきさんアフレコですお,<ー>おどういうことはいそうなんですまあまずは あの王道に TikTok でやっぱりアップテ t の楽曲だったりとかをいっぱい流してみんなで踊ってなんだろいろんな T シャツを着て踊ったりだとかあとひろゆきさんにも一緒に踊っていただいたりとかしてとにかく TikTok でたくさんたくさん楽曲使うっていうのとプラスあの最近 TikTok であのスライドして見てるとあのひろゆきさんの声がいっぱい 流れてくるんですよ、うん、そう最近 AI の、うんね、ひろゆきさんアフレコみたいなのがあるみたいで、うん、だからひろゆきさんのその声を使う使えばっていう言い方ちょっとあれなんですけど使えば <laughs> <laughs> 使えばあのやっぱり説得力があるので、うん、あのちょっと協力していただいてあの T シャツの良さだったりとか、うん、あと私の今回。 デザインさせていただいた T シャツが「カラコンウィンク」の AKB48 の最新シングルの「カラコンウィンク」の私の横顔のイラストとともに「カラコンウィンク」っていう文字をあの記載させていただいたんですけどその「カラコンウィンクの」の PR にもなるかなと思うのでぜひひひろゆきさんの AI アフレコを使い えー、PR を TikTok ですれば、大バズりするんじゃないかなと思いますう<わ>おー、はい、すごいなぁどうでしょういや、なんかあの、平田さんとか自分が何かをやるってさ、山内さん、自分じゃ何もしねえんだろって言うのがなんかすごいなと思ってんねはい、そうですね、やっぱり自分の…あ、私は踊りますあ、<laughs> じゃ踊りはやるんですはい <laughs> 踊ります、はい、でもあとはひろゆきさんのお力を借 <laughs> <laughs> ります <laughs> 了解です <laughs> 了解です <laughs> お願いしますはい、ありがとうございます山内さんのプレゼンでした、はい、ありがとうございます さあ、これで全員のプレゼンが終わりました。皆さんお題は同じお題でチャレンジしていただきましたが、はい、まあそれぞれ個性があってね、<ー>あのー、まあ全く違う意見がいっぱい出たなっていうのは印象に残ってますね。すねはい、ここで私もみんなの答え見たんですけど、はい、やっぱみんなその文明の力に頼ってるすごく。あ、文明の力に頼ってる。<laughs> はい、ごめんなさい、文明の力っていうのは何ですか。<laughs> やっぱ最新鋭、そのティックトックだったりとかあ<ー>ね。なるほど。 っっちちゃゃうう私は自分自身で足で歩くんだぞってそういうことちょっとやっぱじゃあそこに返っちゃちょっとずるいなみたいなちょっとずるいななんかそう全国に広げるっていうから自分でやっぱこう自分の足でって思ったんですけど電車乗るんでしょ 電車。あ、確かに。<何>本当に歩きだけですか。いや、まあ、ま,あまあまあ、そう、ね。めちゃめちゃ文明の利器ですからね、電車 <laughs> も。電車出るか。<laughs> うん。<ー>大丈夫ですか。今、あの、ひろさんにもジャッジに入っていただく前に、最後。これおかしいよみたいなのあれば、あの、ばって言っていただいていいですよ。この人のこれ、ちょっと違うんじゃないかみたいな。大丈夫ですか。言い残したことないですか、皆さん。ああいかにね、あの、バズれるかですからね。確かに。えー。あ なるほどね、うん、やっぱ今の時代はバズれるかどうかはポイントなんじゃないか。そう、広がっていくか。<ー>確かなので、一億回再生して。なるほど。<応>あ他言い残ったことないですか。でも、それでバズりだっていうと、うん、そのいろんなところをオレンジのあの私の T シャツを着た。はいはい、雨でも風でも、いろんなところを街中歩いてるって。うん そのみんながね知ったらバズっちゃうと思うんですよもう遠くから見てもオレンジ目に入るからねフリー素材で歩くのでいくらでも撮ってもらってフリー素材はい、私が私自身がに本当にもね。うん。だからうこれは本当に絶対バズ誰よりもバズる自信がありますやんって言ったら分かりましたでもやっぱり配信の今の今時の流行りも取り入れてあの今時のものをどんどん活用していくのが一番 効率よくバズれるんじゃないかなって思います TikTok ねはい TikTok わかりましたよろしいですか、はい、他ありますはい私はいさんはい、私めちゃくちゃおしゃれに着こなして、うん、もうめちゃくちゃおしゃれに写真撮ってインスタで映えさせてバズらせたいと思いますやっぱバズるってのはポイントなんですね、はい、じゃあ,あの最後佐藤さんどうですかはいもう私は もうテレビ今シーズン中なのでもうみんなが見てると思うんですよその時にもうアップディーって入ってればおこれなんだって気になると思うんですよねだから私一番強いと思いますああわかりました、うん、さあそれでは、えー、ジャッジの方に参りたいと思いますひろゆきさんひろゆきさんが一番良かったと思うプレゼントダメダメだったプレゼンをした人の発表をお願いします なんかこのプレゼンで実際に本当に実現するものどれだろうって考えると自分で何かやるって言ってるやつ多分全員やんないんですよ。えー、<laughs> なので,でファンがやるタイプは結構成立するんじゃないかなと思っていて、えー、なので平田さんのだと多分この握手会とかでもファンが来てきて成立する気がするので、うん、平田さんのが一番いいかなと思って。い,い平田さんが一番良かったという結果になりました。やった続けて、うん 今回ちょっとこれダメでしょっていうプレゼンどれでしょう、うん、いややっぱ大森さん絶対やらないんですよね <laughs> <laughs> まずそこねやらない大森さん自分の冠番組の撮影もすっぽかしたりするぐらいなんで絶対歩いたりやんないですよそりゃ<あ>ひさんもですよあこれじゃ口だけさんですね違 <laughs>、はいますやらないんだやるやるやらないの <laughs> やります <laughs> はい。ということで結果が出て、えー、しまいました 今回一番に選ばれたのが平田さんでございます<ー>おめでとうございます,すいでは早速ですけど景品の授与宮本さんにお願いしたいと思います宮本さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、さあ平田さんも前の方にお願いいたします、はい、さあここで景品パネルの 贈呈でございます,ありいますやりましたね<ー>これ景品は金沢豪華グルメ旅行です、えー、うずるいずるいおー楽しんできてください、えーえー、うらやましいな。そしてここで <laughs> オフィシャルカメラによる撮影もいたしますセンターのカメラの方からではお願いいたしますはい続いて向かって右手の方のカメラもお願いします大丈夫ですか さあ、そして今度左手の方のカメラの方の皆さんもお願いいたしますやりましたねはい、ありがとうございます宮本さん、ありがとうございましたご講談くださいありがとうございますありがとうございます,いますやっぱシンプルがいいんですねやっぱりあ<ー>、なるほどシンプルかや、やりましたよちょっと平田さん喜びの声を聞かせてください、はい、えー、でもやっぱり自信あったのでやっぱり取れました嬉しいですあと、うん 金沢旅行私一回行く予定だったのが、はい、なしになっちゃったことがあって、はい、なのでここでリベンジできましたやりましたね楽しいですいや楽しんできてくださいさ、はい、おめでとうございますおめでとう,とうではパネルを一度回収いたしますそしてお戻りいただきましょう、えー、皆さんお忘れではないですよね、えー、今回残念ながらお忘れです 大森さんが一番ダメダメだったというジャッジになってしまいましたので、約束通り罰ゲームの方でございます。罰ゲームはこちらです<何>、えー、完全論破された大森さんには論破、えー、t シャツを着用して、えー、ひろゆきさんのお面をつけて出演していただきます、ね。えーなんで もう早速ですがで準備の方お願いします、えーえーえー、じゃあ行,きま行ってらっしゃい、はい、大森さんが準備している間 <laughs> じゃあ皆さんには一度お立ちいただきましょうお立ちいただいてちょっと椅子の方を回収いたしますねいやこれなかなかちょっとショッキングなねえ <laughs> せっかくイベントに登壇してそうですねもう顔が出せないっていうねマホ、ま、ちゃんが帰ってこなくなって違う 顔で <laughs> <laughs>、そうなんですよ、ちょっと私もどんな顔かわかんないんですけど。とりあえず顔はもう隠しで、お面でをつけるってとは、で、はいえー、ロンパティシャツ着用していただきますね。 えー、いやでも、ね、か素晴らしかっ作ったロンパテ T シャツを罰ゲームにするのはありなんだ <laughs> 確かにおっしゃる通りね<え>ゆうじさん罰ゲームになってるじゃないですか俺も最初から罰ゲームみたいな状態多分でもわかんないです <laughs> もしかしたら別デザインもあるかもしれないんでだよねでも今回罰ゲームでっていう着用の仕方すると今後その T シャツがそういう目的に見えちゃいますね <laughs> あかでもねあのあ人が近づかない T シャツなんでそうですそうですでも佐藤さんもねあのプレゼンの時はすごいいい評価でしたよね ね、あ確かに僕個人的には佐藤さんかなと思いました、えー、ありがとうございますあのすごくその500円のアイディアは確かにひろゆきさんの口から出た言葉でもあったんですけど <laughs>、はい、確かにアップティーロゴを残すんだったら割引みたいなのは、うん、これアップティーを広めるにはすごくいいなってと思いました、えー、ごますごい。うんやっぱりね学生さんとかみんなでバーって T シャツ作るときに割引の方法があったらやりたいですよねさあちょっと時間かかってますね どんなそれがかかるでしょ。一度考えるのって。どんなん？何度に考えないで罰金を決めてんなと思って。あ、ＯＫ だそうです。早いでは来ていただきましょう。大森さんどうぞ。すごい音が。あれあれみんな。本当に大森さんじゃなくても分かんなくない しました。あ、ちょっとあの、あのマスクをしてる関係で大変あの視界が悪くなっていますね。登壇に時間かかってますけれども、いはいご登壇いただきましたありがとうございます。はい <laughs> すごいすごいいオーラないな <laughs>、うん、<laughs> ひど<い>確かにひ,いあのひろゆきさんのおっしゃるとおりこのひろゆきさんのお面をこれ罰ゲームに使うっていうのはどういうことなんですよねにロンパって書いて、まある今回ちょっとね顔はもう今からこれになってしまうんですが言葉はねあの、はい、あ,あの喋ることはできるんで確かにちょっと感想を聞かせてください。あああ感想はですね、うんあののー、まあ、今日の ひろゆきさんの美術を本当に全くうり二つのうり二はい、顔なのですごい今日はひろゆきさんの双子の兄として兄兄なんだ兄でやらせていただきたいと思いますそんな気持ちではいえアイドルとしてその扱いはどうなのってなりますが そうですねロンパって胸にかかれた T シャツとひろゆきさんのお面をつけてね一応このお面はあのちゃんと目のとこに穴が開いてます一応開いてるんですけどただ目の感覚が近すぎてどっちかの穴でしかねこっちで見てます左で見てるああ教えてくれたすごいでも確かになんか強い気持ちを持てますねこれ被ってときゃ何言ってもいいかななんかあの言葉に重みが出る感じしますよねそうですよねどうですか 今のあじゃあちょっと優等生キャラの小栗さんに文句を一言言っていただけるとえ優等生キャラ小栗ちキャラじゃないです文句文句ちょっとぜひ言ってくださいえユイちゃんはうんなんか今日なんか鏡にいっぱい見てたんですけどえあんま文句言えないかもそういいよいいですかあい逆にしよう お弁当を一番最初に確保してた。うん、あの取る先輩からお弁当をね、うん、いつも取るんですけど、うん、AKB は。うん、私が聞きあのユエ、うん、ちゃん何にしますかって聞いたらあの一応答えてくれてたけど実はその私に聞かれる前にもうすでに確保してあったっていう。どうなんでしょう。そ,その通りです。<laughs> その通りです。ダメだこりゃ。最後、お面意味ないかも。そうだよね、やっぱりお面では強くなりませんでしたね。はい。まあ多分後でした。うん、まあひろゆきさんのチョイスは合ってたなという風に感じましたありがとうございます。はい、ということで、しめられてください。ご協力短い時間ですが、A. K. B. の皆さんにもプレゼン頑張っていただきましたし、ひろゆきさんもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。 ということで以上でアップティー新 CM 発表会見を終了させていただきます改めて AKB48 の皆さんありがとうございましたありがとうございましたどうぞご講談ください真ん中でパスゲームなんだありがとうございました さあ以上で「アップティー」新 CM 発表会見を終了とさせていただきます新 CM は本日4月11日より全国にて放映開始いたしますこれからも「アップティー」をどうぞよろしくお願いいたします